はいはいはい、どうぞどうぞどうぞ。深い味がして美味しい。10個食べる。本当これが1個18円ぐらいかで食べられるなんて信じられないです。こんばんは、無職旅です。時刻は20時12分夕飯を食べに出かけてきます。もうさっきまでとテンション全然違いますね。ああもう楽しみで、かつら、楽しみでしょうがない。ここから先が歩行者天国になってて、いろいろお店が出ています。自転車とかバイクは入れるみたいです。ああお店が、屋台がいっぱいある。こちらはトウモロコシをなんか加工してるんですかね。豆乳とかなんだろう。肉、これはタピオカミルクティーですね。ああ早く食べたい。多くを語らなくても多分顔がにこやかになってると思うんで、今どんな気持ちかが伝わると思います。楽しすぎて言葉が出てこない。でなんか下調べしてこうかっちり窮屈にやるよりもこう見てね美味しそうだなと思ったり、あとにぎわってるお店とかそういうところ入ってみようと思って、気ままに楽しもうと思います。おトルコアイス。あれ失敗したよ。照れ隠しで笑ってるけど、あ戻しちゃった。こういう雰囲気のとこすごい好きなんです。共用のテーブルが道路の真ん中にあって、各自好きなものをこう屋台で頼んで食べる的な、こういうの大好き。そう、大きな牡蠣です。エビのなんだろう、自己主張、自分じゃないだろうけど主張がすごい。これは何だろう、お好み焼きみたいな不思議な料理。決められないで歩いていたらもうこの歩行者天国終わりの場所来ちゃいました。歩行者天国の終わりを左に曲がってみました。まあ賑やかといえば賑やかだし、さっきのとこと比べるとちょっとひっそりしてるかな。なんか表示方法がすげえタイムスっぽいと思ったら実際にタイムスでした。なるほど。15元30分だから55円とかで、1日120元だから450円ぐらいですかね。安い。こういう裏道も好きです。もうそれ以上掘り下げる言葉が出てこないんですけど好きですと思ったら、ちょうど日本のお店っぽい、なんだろう、気になるものがありました。とりあえずロボットなのね。でガソリンスタンドなのか飲み物を補給するとこなのか、わかんない。さっきの通りに戻ってきました。食べるよ。あもうここにしよう。にぎわってるし美味しそうだし、ここにしようとか言いつつ通り過ぎちゃって、このチャーハン屋さんもいいな。美味しそうな食べ物屋さんが並んでるのを見るだけで、すごい楽しいんです。だからなんだろう、もしかしたらねそれを長く楽しみたくてあえて食べてないとかそういうのもあったりしてとか思いつつも、お腹減ったから食べたい。全然わかんないけどおばちゃんの雰囲気に惹かれて食べてます。日本、はいはいはい、どうぞ日本語、はい、タンツメン、うん、じゃあタンツメン、タンツメン、はい、じゃあそれはいらないです。ブヤオ、おいしい。じゃあヤオ、ヤオ、それはブヨ。ね、おじちゃんがね座ったり中腰で調理してるのもやけに面白いんですよね。
妙にスピーディーだし、スピーディーなんだけどあんまり速くないような、でも速さを感じるようなオールバックだし、思ってたのよりもちっちゃいのが出てきたっていうか、まあ、そもそも何も思わないで頼んだんで、まあよしとしましょう。味は良さそうです。やりな、パイセパイセ、あのね、深い深い味がして美味しい。ああ美味しかったといったところで、2食目は、肉かご飯物がいいな。あれは何だろう、何だろう、あ、餃子的なお店か。店先で作ってる様子が美味しそうなのでここにします。ニホ、これスープ、こっち、うん、あ、スープの、はい、あ、じゃあこれ、何個、じゃあ10個、食べる、食べる、あ、こっち、はい、美味しそうな水餃子やってきました。1個5元で、10個で50元でございます。こんなに美味しいのが、この値段で食べられるのはおかしいというか嬉しいというか、そういう感じです。本当これが1個18円ぐらいかで食べられるなんて信じられないです。最後の1個になっちゃった。100個ぐらい食べたかった。なんだろう、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 立てたら勝ち。そして商売にする以上はなんかトリックがありそうなんだけど、どうなってんだろう。トリックがあるって決めつけちゃうのも失礼なんですけど、こういうのね、お客さんは全然できないのに、おっちゃん一発ですげーうまかったりするんですよね。使ってるのが違うのかな、それとも技術なのかな。あ、で立てたらあのでっかいのもらえるのかな。ってことは結構難易度高そうですね。これは射的屋さんですね。あちらの六号夜市、あの台北の士林とかそういうところに比べると、まあ大きさ的にはちっちゃいんですけど、でも屋台が並んでて、なんか今日みたいな気分の時すごくいいです。楽しかった、満足です。ここの店がね、あのフライドチキン&ビアって書いてあるんですよ。今僕が欲しいもの2つがこんなに強くプッシュしてるってことは寄らざるを得ない。僕が飲みたかった台湾ご当地ビールは置いてなかったので、フライドチキンだけ持ち帰りで買うことにしました。宿のすぐ隣にある、やけに広いセブンイレブン寄ってみます。広いですよね。セブンイレブンには台湾ビール売ってました。グレープとかパイナップルとか、甘そうですね。おにぎりとか手巻き寿司的なのも置いてあると日本っぽいなって感じがします。ここら辺は台湾っぽいかな。フライドチキンとパイナップルビールです。さすが本に乗るだけあって賑わってます。やばい、本当うまい。なんでこんな安いの。こっち乗っちゃいます。着きました。なんか思ってたのとちょっと違うな。